ちは聞いてみやんせの原島です。持田弘子です。今日は、サツムンビアとのコラボで、芥川龍之介作都市春を聞いていただきました。皆さんよくご存知の都市春ですが、後半を20分ほどちょっと演出、音楽を薩摩琵琶を入れながら、読ませていただきました。普通の朗読よりもはるかに音が入るだけで、迫力のある作品に仕上がったと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。都市春は思わず目を開きました。そして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。都市春は老人の戒めも忘れて、丸ぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いてハラハラと涙を落としながら、おっかさんと一声を叫びました。その声に気がついてみると、都市春はやはり夕日を浴びて落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山で行けない前と同じことです。どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなれますまい。片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がするのです。都市春はまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきませんでした。もしお前が黙っていたらと、鉄管師は急に厳かな顔になってじっと都市春を見つめました。もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。お金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち何になったらいいと思うな。何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。都市春の声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。